平屋村内風景平屋発電所平屋村は長野県下稲郡に属する村。長野県下で最も人口の少ない自治体である。村内のほとんどが矢作川流域である。そのため流域の愛知県豊田市、西三河との結びつきが強い。長野県の南西端に位置し、岐阜県に接する。標高1500メートル前後の山々に囲まれた山村で村の中心部には、 標高900メートルの平坦地が広がる。内陸性気候で夏は冷涼。冬は寒冷で低く。摂氏10度を下回る。古くは平屋と表記された。山地河川故障2002年10月、当時の塚田昭久村長が合併問題は村の将来を決める大事なことで村民の意思を最優先させる。将来を担う中学生の意思も反映させたいとして、 中学生以上を対象に住民投票を実施することを表明。その後、中学生と翌春張る進学予定の小学6年生が出席し、村長と語る会や子供も模擬議会が開催され、12月の村議会で関係条例を可決。2003年5月11日、全国で初めて中学生以上を対象として合併の是非を問う住民投票が行われた。 当日の有権者数は五百三十人で、うち中学生は二十五人、投票者数は四百六十九人で、中学生は二十五人中二十四人が投票した。開票の結果、合併するが三百四十一票、合併しないが百十八票、無効十票だった。条例では、可否いずれかが有効投票数の七割以上であれば、その意思を尊重し、七割未満の場合は、 参考にすると規定されていたが、周辺自治体との協議が進まず合併には至っていない。なお、塚田は2期目を目指したが、2005年1月の村長選で落選している。村内に鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合は、JR 東海飯田線飯田駅が最寄り駅となり、そこから路線バスを乗り継ぐ必要がある。道の駅新州平屋。ありがとうございます。